縄県ラジオネームカシさんからいただきました。お焼肉の種類といえばせーのタン塩わあせーのシンクロレディオクロス。みなさん輝いてますか？矢作さゆりです。みなさんまでが春で、5月からは夏の方。ソキューステレークのシャエリです。イエーイ、クアッドクロスのサークルの新刊に行ったけど10分で逃げ帰ってきた本スカボン差し役のサークルです。オッケーです。いやもう私の中では夏なんだけど、はい、新刊。新刊ですわ。逃げてきたの？逃げました。なんで何がダメだったの？人が多かった。人が怖かった。人混みだったです。で友達はできた？ちょっとだけできました。ちょっとだけできた。ちょっとだけできました、うん、でなんかその友達と、に誘われて、ちょっと一人で行くの恥ずかしいし怖いから、あの綾音も一緒に行ってよって言われて、で一緒にこう、あ、じゃあいいよ暇だからって言って、行った時に、行って、なんか割とスポーツ系のサークルだったんで、こうあのなんて言うんでしょう、まああ多分体育会系で楽しい感じなんだろうなと思って、こうあの行ったら、私はやっぱりこの業界のご飯会みたいなのに慣れてるので、割と落ち着いた雰囲気の、そうね、あんまりこうなんて言うの、よいしょーみたいなみたいなじゃないじゃないですか。どっちかっていうと、はい、みたいな感じ、ありがとうございました、みたいな感じじゃないですか。したらなんかみんなあのちょっと私たち遅れて行って、で、あの指定の、 あのお店屋さんに行って、で、あの、あ、こんにちはって言ってこう入っていったら、タケノコ商店。ちょっと待って、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 さくらさん思いっきりちょっと待って、ちょっとあのまたなんか綺麗、あ、そこさくらさんもちょっとお前スカートにスカートシミになってるし、ギターシーじゃないもん、取っちゃってるもん、もうなんか
それぐらいテンション高かったってことですよ。ね、だから、うん、ちょっと引いてドン引きして、うん、あちょっと私たちちょっといいですって言って帰ってきちゃいました。うん、私お前に引いたよ。いやもうそうですか。よだれも飛ぶわ。何よりです。というわけで皆さん久しぶりに、はい、宣伝あるよ。あるその手は宣伝あるよ。ちょっと古いでしょ。古い。こういう時代があった。なんとですね、クワッドクロス第、2話のですね、初回腐乳特典の方が決まりました。それがですね、今こちらにあるんですが、どれですか？これです。こっちですか？はい。こっちか。じゃーん、見えます？見えるかな。こか。こちらね、何ですか？鏡、はい、ルカ、サッシャ、ステラとなってますけれども。なってます。こちらね、ランダムで、どれか1枚。はい。これは何でか、ブックマークですか。そうですね。まあ、大きいしおりみたいな、ね。大きいしおり。でもこのサイズじゃないんだよね。これよりもうちょいちっちゃくなる。これちょっと見やすいように大きくしてあるやつなんですが、はい、これよりもうちょっとちっちゃいサイズのやつが、うん、封入特典として、ランダムでどれか1枚がつく。つけます。ということでね、まあ、ちょっと見ていただいて、まあ、これちょっとわかんないんですけど、なんちょっといつもの、なんだジャケットの絵とかとは違くて、そうなんですよ、ラフっぽい感じな、キャラデザみたいな、ね。キャラデザみたいな感じ感じになっております。うん、そうそうなっててね、一枚一枚、なんだろうね、持ってるものとかがさ、そう持ち物が各キャラの、何だから、鏡だと、鏡。鏡。鏡だと、鏡。うまいことおっしゃる。とかね。とか。はい。あるんで皆さんぜひ、はい、あ初回版にしかつかないので、はい、ぜひ初回版を、予約して、はい、なんだっけ今予約してる超平安のショップで予約してるからしてる買ってねお願いしますはい宣伝終わりじゃあメール読んできます慣れてないんだなこっちこっちマッシュルールさんはい矢作さんさくらさんこんばんはこんばんは誰かが突っ込むと思っていました。放送内で触れると思っていました。うん。矢作さん。いや、ここは、ギーヤ派と呼ばせてもらいます。なにギーハヤさん。全然違う。ギーハヤさんギーヤ派。さくらさん行くぞそこまで言ってなくないですかまだフライヤーが読んでね、次読んで。ギーヤ派さん。ツッコミ待ちだったのか知りませんけども、うん、ギーヤハさん番組ブログ一言コメントにて、うん、ここ半クールくらいずーっと羽ばたき学園どんだけ羽ばたいてんすかヤハギさん飛ぶわーだよえな、え、なに番組ブログって何そもそも違うあれはハギピーだからあ、ハギピー、そうそう、マジピーみたいなもんね。あ、ハギピーみたいな。なんか何でも思ったこと書いていいって言ったから。だって、私納得いかないところがあって、うん、私がだって風邪で休んだ時とか、うん、で、私が戻ってきた回のとか、PS、桜さんが帰ってきました、みたいな。そこ PS? みたいな。どっちかというと PS 嵐さんがどうたらって書けばいいじゃないですか。なんで私が追伸なんですかねちょっと言ってる意味がよくわかんないですけどそうですかじゃあこれね皆さんしょうがないので温かく見守ってくださいハギピンなんでラジオクロスのブログです本当はさくらさん、はい、ここまで言ってもらってなんなんですけど、はい、ラジオクロスじゃなくてレディオクロスレディオクロスでした ね, ですね、ね、いい加減にしろって話なんですけれど ね, ねじゃあ次読ませていただきますね、はい、お願いします、こちらが、おはぎさんエネルさんクロースクロース、クロストークしてほしい話題はゴールデンウィークの思い出です、うん、声優というお仕事だと、長期休暇とかは関係ないとは思いますが子供の頃とかどこかに行かれましたかってあこちらラジオネーム女子力会会長さんからいただきましたいわあ出たこれゴールデンウィーク長期休暇ってまずどれぐらいで長期っていうのかがよくわからないし夏休み1週間無理決まってんじゃんレギュラーあるもんねだからそれがもしなければとかどこに行きたいかって話、はい、でも子供の頃うんうんうん子供の頃は子供でしょ親とってことでしょ、はい、だからまあそういうことになりますよねあのね
あ、思い出した、買ってもらったばっかりの新品の洋服を着て、うん、あのちょっと妹とお揃いで、妹がまあピンクとかで、私がお姉ちゃんだからちょっと水色っぽい、あー、いいですね、カーディガンみたいなの着て、はい、あのポピー園、ポピー、お花がさ、ほらフラワーパークみたいなところで、はいはいはい、ポピーが、でポピーの摘み取りができるところだったのね、はいはいはい、ポピーってさ、あの茎切るとさ、すごい汁が出てくるのよ、出ますね、ですごくシミになるのね、はい、今だったら気をつけられるけどさ、子供の頃さ、もう全然そんなの気にしないで、もう楽しくってチョキチョキしまくってたの、うんうん、でじゃあお花持って写真撮ろうって言われて、はい、そのポピー畑の中にしゃがんでお花持ってへーとかってふへーってこうやったのはい、はい、ふへーってやったのね、もう一回そしたらスヘーってやったの、そしたらあのこの辺がさ黒いシミてん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 って買ってもらったばっかでもうはーってなって、はーってなって、でそれまで上機嫌だった母ちゃんにもめっちゃ怒られて、あーシュンってしながら、もうなんか心なしかポピーもシュンってしてシュンってしてこれ帰ってきたっていうね、最悪な思い出です。そういうのじゃなかったかな、そう、楽しい、もうちょっとこう楽しいやつだったかな、なんかこう何々ランドでキャーみたいなのと、恐れ山とか行ったな、おお青森にいた時、私も御嶽山とか行ったことあるな、御嶽山ってどこ、御嶽山に私骨折した時にロープウェイ使わずに登った覚えがある、お前何してんのしかも母が大体中腹ぐらいでバテて、うん、でも私はずっと松葉杖で元気だったっていうあの骨折してるのに松葉杖でふえふえっつってガッガッつって、あのなんていうんですか、もうあのボルダリングみたいな感じでガッってやってふいしょっつっていやー、そんなんしたらパイセン膝いっちゃうもう無理、そういうの朝とかいっぱいできちゃう、ただでさえ茶色くなってんのに今、ね、残念、でも無理、そんな砂糖水つけたの今適当だなまあね、はい、なんか長期で旅行とか行きたいよね、行きたいですよね、うん、いや行きたいよ一緒に、うん、うん、みんなで、前さなんか当たったっつったじゃん、いやだからそれであれだって、あれだってなんか私と行ってくれなかったじゃん、違う、それであのね友達と卒業旅行に行こうっていう風に二人で話をしてたら私風邪ひいたんでまだ行けてないんですよ卒業旅行、じゃあパイセント行くか、卒業旅行パイセント、まあよくありました、たくさんのお便りありがとうございました、私たちがクロストークできそうなお便りまだまだお待ちしております、うんうん、うん、レディオクロス、クロスジェネレーション、このコーナーではジェネレーションガップがある私たち2人のジェネレーションのクロスジェネレーションの皆さんからデモを送ってくださいなに今カッペンよっよっ、楽しそうでしたね、うん、なんかすごい、まあ、分かり合えたよね、なんか、うん、なんかあこれ分かる分かるみたいな、そうそうみたいな、うん、そういうのがあって、はい、なんか、うん、ね、いつも、ね、なんか知らないみたいな感じだから、うんうん、なんか分かり合えたかなみたいな、平井堅ね平井堅ですよね、え、あれいっぱいあったじゃん、はい、どれ声ちっちゃどれ分かった、平井堅、堅平井、堅平井と、うん、平井と大きなのっぽの古時計と一緒だねそれ堅平井だね、堅平井、うんうん、あとというわけで今回もグラスホッパーの皆さんからいただいたメールあったなと思います、懐かしい、こちらがひとみさんからいただきました、ありがとうございます、よいさん、エネルクロス、クロス、今回お二人に話してほしい話題は、うん、特訓したアニメ特撮などの技です、私は矢作さんと年が一つ違いなのでやっていたことも近いと思います、子供の頃は銭を投げる練習、何だ、分からん、カメハメハレーガンを出す練習をしました、あ、え、男性女性だよねきっと、女性でカメハメハとレーガンしたの私してないよ、お風呂上がりは体から立ち上る湯気を陶器に見立ててえ、待って、お前何してんの練習に励んでいました、お二人は子供の頃練習した技はありますか、え、なんだろう、 え湯気でカーってやつなの、ふーっつって
マジか。カメハメハしか分かんないけども、レーガンは、レーガン、これだよ、合ってるよね、レーガン、ヒューンみたいな、あ、ドゥーンみたいな、かわいい。ちょっと違うんですけど。あ、違う、あ、そう、誘惑、誘惑、誘惑、うん、誘惑、え、誘惑ってタイトル、え、ちょ、お前これ、え、違う違う違う、え、誘惑ってタイトル、悠々白書だよ。うちにブルーレイボックス全巻ありますよ。あ、DVD じゃねえかよ。DVD ボックス全巻。え、やってっから。マジっすか、私、クラマにしか興味がなかった。うわぁ、典型的ロ。ローズヒップっつって。そっちか、うん、わかんないけど、なんかそんなことやってたけど。そっちか。なんかクラマが一番女の子っぽかったから、なんか、あ、うん、かわいいと思って見てました。わかんないけど、小学生の時に。誘惑だとね、クラマ派だったの？え、何派があるんですか、あと。比叡派だね、私は。比叡ってどれでしたっけ、どの人でしたっけ、あの、世界、そうそうそう、髪がなって。そんな、なんかちょっとちゃんこさんがいると、ちょっと違うわ。ごめん、ちょっと違う。まあ、まあ。ヤンキーの人？ヤンキー？ヤンキー？ヤンキー桑原じゃね？違う違う違う、目がさ、もう一個。なんか、ふわってなってて、ヤンキー、緑色の制服を着てるヤンキー。主人公みたいな。それユウスケだね。だからそれがレイガーンってやるから。なるほどね。うん、ちょっと家帰ったら。じゃあ湯気立ち上らせてレイガーンってやります、ね。やってみてやってみて。あ、親に打ってみます。え、子供の頃なんやってたやつは？やってたやつ？うん、私はあれだな。メーンプリズムパワーってやってたの。外に聞こえちゃうから、あんまりここね、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。ね、やばいやばい。セムーン、セーラームーン。セーラームーンだね。セーラー。私は何だったかな、あれ。キラララってこう、マニキュアが一緒にしてくられる。チャッチャチャラ、チャッチャラ、チャッチャラ、チャッチャラ。わかるでしょ、わかるでしょ、ほら、ほら、この辺みんなわかる。わかんないよ。うわ、ここ、シャラララ、シャラララ、シャラララ、みたいな。こうやって、ヒラララララってこう。クロス、クロス、さて2人の世代差が出るものですが、うん、あやとりはどうでしょう、はあ、そもそもさくらさんはあやとりをしたことがあるか怪しいところですが、2人で楽しくやってみてはどうでしょうということで、やったことありますよ、一時期ものすごい流行っ、やってごらん、パイセン見せてあげるからやってごらん、行くで、もういいや、こうしてな、こうしてな、さくらさん、黙々、黙々なの？え？うんうん、いや、いいけど、うんうん、こんな感じで、で、なんかこことここの間にこう指を入れて、うん、あ、でもなんかこれやる、うん、え、これ絵的に大丈夫？ねえ、相当地味だけどこれ、うん、こんな感じで諦めたの？嘘でしょ？こんだけ寄ってた諦めたの？え、ちょっと倍線やってみてくださいよ、じゃあちょっとあのパイセンが失礼しますね、まずまあこれ基本形ですね、こちらそうしましたら、まあ、NHK しまして、ここからこう入れてこっちに持ってきて、ここを1枚引っ掛けたらここに指をして、端東京タワーできてないよなんでお前また横取りしようとするの、こうしてさ、あ、指向き、こうしてさ、こうしてさ、こうして、はいはい、こうじゃん、ありましたね、こう完璧に指にこう絡んでる、絡んでるでしょ、うんうん、絡んでこれをこう外して、ここをスルル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 ル、はーい、て、デジナーニャン、て、デジナーニャンこれシュルルルってなって、私シュルル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 ってなって、はい、えそっか、二人で取り合うやつやったら、ああ待って、準備そこから、え、これさ、こういうやつじゃないの、あ、じゃあそっから行きましょう、こうして、こうじゃね、普通
これだよね。はい。お前すごい取り方すんな。そんな取り方なった。なったなった。そんな取り方ある。ほれほれ、これはなりましたね。こうだこうだね。はいはい。こうしたらここ取って、上からここ、そう、そのまま上を入れる。おお、ね、すごい。懐かしい懐かしい。こうだよね。はい。これはこれはちょっとじゃあ、いや、持って持って。ああこれはもっ、このこうだっけ、下だっけ、こうか、こっちやね。ヤギさんどっち、こっちで行ってみる。ちょっとこれ、あの対バニの時の共同作業みたいじゃないですか、小鉄さんとバニーの。じゃ静かにして。次元爆弾のやつみたい。行くよ、せーの。あっ、カッパの口来た、カッパの口来た。どうだったっけ、真ん中からじゃなかったっけ。あれ、こう、うん、わかんない。こう、え、あ、戻った戻った戻った。したらもうこうでしょ。 あでほら、ここに戻ってきた、戻ってきた、ここに。で、ふぃー、はい、え。あ、でこれさっきのか、こうだよね、ほら。うわー、すげえ。なんなんこいつ。え、これだ、こう。はい、お笑ってね。すげえ、お笑ってね。これ壊れちゃったの。ああ、そういうゲームだったんだ。ずっと続けんだよ、これリピートして。これそういうゲームだったんだね。そういうゲームだよ。そっか、いや、久々に見た。なかなかあれだね。なんかこのあやとりの紐を作ったりするのも流行った気がします。自分でこう編んだりとかして。お、今度は何を、あれ、なんか忘れちゃった何だっけ。いやー、なんか久々だなこれは。パイセン結構覚えてたでしょ。、うん、全然覚えてなかったな。昭和の遊びですからね。そうですか。いやー、というわけで、はい、今回は割とできたかな、ね、割とこれは、うん、と普通に普通にで噛み合ったんじゃないですか。なかなか、うん、満足です。はい、なかなかに。ということで、以上クロスジェネレーションのコーナーでした。はい、レディオクロス。探せば見える見えないもの。劇中で送球すれが追い求めている探せば見える見えないもの。このコーナーではそんな探せば見える見えないものを写真に撮ってリスナーの皆さんから送っていただきます。ご紹介していきましょう。はい、こちらがですね、竹取の沖縄。沖縄うん、からいただきました。うん、八重さん、佐久間さん、こんにちは。じゃあ、これは僕がよく利用する地元のガソリンスタンドの看板なのですが、未だに意味が分かりません。地元名物らしいのですが、ということで、はい、写真はこちら。こっちの戦車は、おーだよ。使っちゃったの？どういうこと？あ、でも名物ってなってるね。本当だ。こっちの戦車は、はーだよー。あ、安い。安いだよー。何？本当だ、ちょっと。本当だ。どっちかというと、戦車はこっちだよーみたいなことを言いたかったんじゃないですか？これ、はーは何を表してるんだろうね。なんだろうな。わかんないんだよね、何を表してるのか。高値まさかの、こっちは高いよみたいな、高いよってことですか。全然わかんない。これは謎ですね。これはそうだね、すごい意外にあるもんだな。ありますね。次じゃあ次いきますか。リオスさん、はい、おはぎさん、あやねる、こんばんは。こんばんは。これは僕が高2の時、修学旅行で北海道に行った時に見かけて思わず撮った写真です。こんなに大きいのに設置する前に気づかなかったのでしょうか。もう5年くらい前になるので、さすがに治っていると信じたいです。ということで、写真はこちら。うわぁ。なんで引っかかっちゃったの。なんでどうしたの。受け狙い。あ、本当だ、側面のも。側面も全部なんか、ほう、ほう、みたいな。ほうっつって。ほう
近くに住んでてどうなってるか分かってる人いたら。そうですよね。5年前さすがにね、無法からね、無法に無法っつってね、あれじゃ無法だよね、なっちゃってますから。もうね、どうなんだろう、もしくは何かを表しているとか、本が逆さになるイコール本末転倒みたいなあ、もうダメだ。まあ、桜さんはちょっとよくわからないんですけれどもあ、まあ、あのこういうね、ちょっとまだよくわからない、なんで私探せば見える見えないものの写真、まだまだお待ちしております。レディオクラス、レディオクロス、そろそろクロストークも終了の時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからの普通歌感想、私たちにクロストークしてほしい話題、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。はい、宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に、はい、文化放送超 A&G プラスレディオクロスまで。メールの場合は全て小文字で cross@joqr.net、 cross@joqr.net、 クロスの綴りは CROSS です。ノベルティも完成しましたので、どしどし送ってきてください、はいはい。また私たちが毎週宣伝しているドラマ CD クワッドクロスですが、現在超 A&G ショップで第2話の予約を受付中ですので、ぜひショップの方にアクセスしてみてください、はい。というわけで本日は放送いかがでしたでしょうか。はい、ね、初回封入特選のね、こちらしおり復番、ね、多分ね半分ぐらいかになるかな、みたいな私の勘では予感がしますね。つきますのでね、はい、ぜひ初回版ね買ってみてください。あと、はい、今日はあのシンクロしましたので、こちらそうですね、カシさんですか、カシさんに、はい、差し上げます。はい、沖縄県まで届けます、はい、沖縄か、届く届く、広いな日本広い、広いか、まあなんだろうな、遠いなとかかな体感的にはな、日本広いですよ、上から見ちゃってるんですね、やっぱ広い、世界地図って広い、うん、なるほどね。でも私子供の頃、うん、世界地図って絶対あれだけじゃないと思ってましたあれ絶対世界の一部だって思ってました。だからあの小学生とか小学校高学年になった時に、こうあの世界史みたいなのを習って、社会で、え、世界地図って私が見たこれだけなのみたいな、もっと断片的にあれがパズルみたいになってるもんだと思ってて、しかも戻ってきてないじゃんあれみたいな。以上です。はい、以上です。というわけでこの辺でお別れです。お相手はクラッドクロス東京セレクのやりたいと久々に恥ずかしいさの私はこの桜あやめでした、はい、来週もこの時間にお会いしましょう、はい、バイバイ。ちょっと話した、あ、まあ、ときメモの話なんですけど、利点について、双方の利点を話していきたいと思うんですけれども、まずやっぱり DS っていうのはタッチですね。あのソフトタッチだったらソフトタッチなりの反応、こするとこするなりの反応、いやもうね、こすりたくなるんだわこれがそしてね、 PSP の良さ、やっぱり映像が綺麗ですね。あとあのなんていうんですか、 DS だとこうパタンって折りたたむのを縦持ちにするんですけど、男の子が2人出てくると割れちゃうんですね。そこがPSP